はい、ということで皆さんこんにちは、こんばんは、ドゥーモドゥーモ、初めましての方は初めまして、そうでない方はこんにちはということですね。今日の動画で何をやっていくかというと、久々のザラ購入品紹介の動画をやっていきたいと思います。先日発売されましたザラのリミテッドエディション、ホームページ上だとね、ニューグランジっていう風に出ているんですけれども、こちらのコレクションの中から今回1点購入させていただきましたので動画にしていきたいと思います。その前にですね、購入したアイテム以外にも、2点ほど、かなり、欲しいというかかなりかっこよくて、ちょっと後日見に行くと思うんですけども、良かったアイテムがございますので、そちらも紹介していきたいと思います。まず最初がオーバーサイズジョガーパンツ7990円、こちらのアイテムになっています。で、このパンツがまあ、スウェット生地の、ジョガーパンツタイプになってまして、これもあのユニクロ C とかと一緒で、裾が絞っていないタイプのものになっています。で、カラーに関しましてはこの一色が、展開されていて、一応あのパーカーも出ているようです。同素材のパーカーで一応セットアップもできるようになっております。はい。で、このパンツ実際に試着してめちゃめちゃ悩んだんですけど、あのかなり質感も良くて、でちょっとこうなんか洗いのかけた加工のような感じ でブラウンなんですけれども、ちょっとこうカーキがかったブラウンというか、割と使いやすいブラウンの、ジョガーパンツでございました。ちょっとねこのアイテムは多分僕もまた店舗行ってちょっと見てなんか買いそうな感じなんですけれども、かなり良かったです。今回はそのユニクロ C この後見に行って、でユニクロ C も今回スウェットパンツがねなんか人気っぽいということで、その場ではこれは買わなかったんですけど、あのかなり良かったアイテムになってます。で、もう一つがフルイドシャツ1990円のシャツとなっております。で、こちらがなんか一見ちょっとデニムっぽい感じかなと思ったんですけれども、素材もね、こうちょっとつるっとした素材になってまして、結構なんかこう重みがあるというか、ちょっとこうドシッと、来るような、素材感でございました。で、着てみるとやっぱりこの、ワイルドなこの感じ、やっぱり自分の好みというか、でそれでいて結構ねなんかさらっと羽織りやすい、感じだったので、この秋冬いいんじゃないかということでギリギリまで、悩みました。で、今回まあ、実際にね、あの YouTube ライブとかご覧の方だとね、もう、見てる方もいるんですけれども、購入したアイテムが、こちらになります。はい。で、こちらが、スプレープリントセーターとなってまして、こちら金額7990円となっております。で、ちょっと今ね、なんか光が、逆光でね、変な感じになっちゃうと思うんですけども、こちらのアイテムになっております。で、このアイテムなんですけれども、結構このリミテッドエディションが出てきた時から気になってまして、まあ、こういう感じでね、こう凹凸のあるセーターでございます。素材なんですけれども、コットンとナイロンの素材になってまして、一応洗濯とかもできるようです。はい。まあ、詳しくはね、あの、洗濯表記とかを見ていただきたいんですけれども、こちら今回166センチで M サイズで購入しております。ちょっとね、なんか、逆光がすごいんで、実際にね、着ていきたいと思います。はい、ということで、実際に着るとこんな感じになっております。こちらが166センチ、身長で、M サイズを購入させていただきました。こんな感じで、割とサイズ感に関しては、ま、ちょっとだけ、ゆったりっていう感じで、そこまで、すごくオーバーサイズっていうわけではないんですけれども、こんな感じで、着用ができております。で、さっきのね、白の T シャツの上から、そのまま着たような感じになっているんですけれども、こんな感じになってます。結構広げると、この辺は、結構ゆとりがあって、アームホールに関しては、まあ、こういう感じで。で、結構この素材に関しては、結構伸びるというか、なんかストレッチというか、ありますので、結構ね、着やすい素材感になってます。で、腕ですね。まあ、リブ、こう、しっかり伸ばすとこのくらいの長さになっているんですけれども、まあ、ちょっとこう、調整してあげて。で、ちょっとね、このアームホールが結構細めなので、なんか腕時計とか今、下につけてるんですけど、つけてると、ちょっとこの辺ボコッとするんで、もしかしたら、このセーター着るときは、外してあげた方がいいかもしれないです。かなりね、ここボコってしちゃうので。はい、こんな感じのサイズ感になってます。すげえ着やすいっすね、なんか。着やすくて、あと、グレーと黒の、色なので、かなりどんなファッション、どんなアウターでも合わせやすいかなと思います。ちょっとね、なんか一時期の、まあ、鬼系とまではいかないんですけれども、結構そういうちょっと色気のあるニットかなというふうに、結構なんか汎用性、やっぱり高くて、すげえなんか何でも合わせやすそうなニットになっていると思います。はい。これまあ7990円でこの感じだったら結構着やすいですし、デザイン的にも結構ね、こういうもの意外と持ってなかったんで、すごいアップで見ると結構生地の凹凸とか、なんかこの色の
陰影とかもあって、すごくいいアイテムだなというふうに思いました。はい。はい、ということで、今回は、ザラ、リミテッドエディションの、購入品を紹介させていただきました。正直、ユニクロ C 買いに行ったんですけど、ユニクロ C 行く前にこれ買っちゃったんで、もうめちゃめちゃ大満足で、ユニクロ C 見てもね、あ、なんかさっきザラ買ったからいっか、みたいな感じで、本当に、大満足な、アイテムとなっております。まあ、このあたりはね、その人の好みとかがすごく、まあ、個人的にはこういうなんかシルバーのネックレスとか、あとリングとかもこう、なんかやっぱりすごく相性が良かったので、本当に個人的な、好みで言うとドンピシャなアイテムでございました。はい、ということで今回はザラのリミテッドエディション。で、一応今回が、ニューヨークエディションっていう、今年の春ですね、ちょっとね、炎上してたのが、バレンシアガっぽいと炎上してた。あれもニューヨークエディションだったんですけれども、どうやらニューヨークエディションのアイテムのようです。で、おそらくザラさん、今後リミテッドエディションですね、なんか各地の、なんか去年はベルリンエディションとか、なんかいろいろあったと思うんですけど、またそんな感じで、こういうアイテム出てくると思いますので、気になる方はね、ザラのアイテムをチェックしてみてください。はい。こんな感じで、ザラのアイテムだったり、その他ファッションいろいろ動画やらせていただいております。よろしければチャンネル登録と評価よろしくお願いいたします。はい。それでまた次回動画でお会いしましょう。See you next time。最後までご視聴ありがとうございましたなのだ。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いしますなのだ。これからもファッションやアクセサリー、腕時計の動画を出していくのだ。では、See you next time なのだ。